はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日もガマチヌ探り銀座風呂アルティメットですね、こちらを使用していきたいと思います。今回使用した竿ですが、こちらの MH の3メートルのものを使用しております。全長はこんな感じですね。左から2番目の竿となります。糸の張り付き防止の素材のデザインが非常に美しいのが特徴です。500ミリのペットボトルに糸をつけて曲げてみた感じがこのようになっております。当たりの感じがこんな感じですね。持ち上げてみるとこのように曲がります。バットの反発力がすごいなと感じました。封を開けてみてからの印象はこんな感じです。赤い、めちゃくちゃ赤い、軽っ、超軽い。銀座アルティメットがマックツ、めちゃ軽い、真っ赤っか、ここが肘当て真っ赤っか。入っているものはやっていくのはもちろんこちらの黒ダイとなります。今回ですが隅田川とあと川崎新邸の両方で調光を行っております。タックランド仕掛けはこちらです。ガマチヌ銀座風呂アルティメットの 3m のものと、リールはサクラのマットブラックリボルバーの90です。ハリスはグランドマックスの 1.5 号を使用しております。道糸は沖堤防ではナイロンの 1.5 号と、運河ではフロロの 1.5 号を使用しております。こちらは隅田川の船着き場ですね。船着き場の下に糸を流し込んでカニを奥の方に送り込んでいっています。でっか、ね、すげえです。パワーが違う、銀座風呂よく引く。おっと、とととと、うお、ああ、出さんでもいける。このシーバス相手に糸を出さない。やべ、さすがに気です。でも強い、強い。おお、出したら切られる、障害物多い。はい、じゃあ、おお、あっ、カカカカカカ、ああ、よしよしよ、よしよしよ、溜めて溜めて、おお、怖い、投げ切るね。ああ、ロロロロ、ああ、やだ、太ったシーバスは重たい。よし、浮いた。あら、浮け。よいしょ、浮いた。入った、入った。入った。よいしょ、やったぜ、いいので。あ、映った、出る。え、これは。あ、本当ですか。そう、これなんか太かったですね。いやー、でも80センチぐらいのいますよ、普通に。めっちゃ飲んだ。うん、口とかこんなですけど、
もうあの釣るのが仕事なんで62センチ。そうそうそう。そうなんですよ。じゃあこれが。ありがとうございます。ここの下にいました。そうです。乗ったね。綺麗な色。うわ、銀色だこの色。すげえ。お腹パンパン。ちっせ。まあそれでも一匹。綺麗な色だな。十分な大きさのクロダイが釣ることができなかったために川崎新艇に来ております。できれば50センチぐらいのクロダイを釣ってですね、しっかりと竿をぶちまげたいと思います。この日は結構風が強い日でしたので、3メーターの長い竿が有効でした。環境情報はこちらとなります。小潮の下げで天候は晴れですね。開始が7時から、濁りは薄めで餌は粒を使用しております。すげえでかいし、でかっ。ビッグさんにいただいた綺麗な粒を使っております。ちょっとお昼過ぎまでパイプ虫やフジツボやらをいろいろ使ってみましたが、全く当たりがございませんで昼飯となりました。ご飯を食べた後で午後の部がスタートしました。今回は粒だけを使っております。あ、もう大事に行こう。全然。そう、これ三四二千。あ、やべ、これが邪魔だ。この時渡したチキンタツタバーガーですが、タムさんが親切で預かってくれました。しかしながら中の美味しいタツタだけがなくなっていました。おいた。もう糸出してでも取ります。違う音楽や。おお、見てくるぜ。さすが、でけ。おお、50近いな。おお、全然動いてる。
やめてよ、変なのガクガクジジジジジジジ、いや、それちょっと編集しずれすげえ、やめてくれよ、音声使わせてくれよ使えないよ、おーしゃ、来たおーよし、あ、やべ、超ギリだ、あー、クソ、また行くこっちは演じろよあーやべやべやべ、あー、いや、そっち行っちゃったあか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 あれやったぜ、お、思ったよこれ、おお、すげえ腹パンじゃん、シャッシャー、アルティメット MH3.0 を使用しての感想ですが、川崎新堤のような沖堤防の足場から水面まで離れた場所でも問題なくラインコントロールができました。また年なしサイズの黒鯛も問題なく釣れることが可能でした。パワーも十分といった印象です。この兆候ですが、4月のまだ水温の冷たい時期でありました。そのため川崎新堤やもちろん隅田川においても当たりがあったのはベタ底です。そのわずかな当たりも穂先でバッチリ捉えることができて、また高弾性のブランクスによって水面まであっという間に浮かせることが可能でした。ワンオクにおいても障害物の非常に多い場所で62センチのシーバスがかかりましたが、瞬時に浮かせてラインを出さずにキャッシュすることができました。というわけで私の印象ですが、感度がすごく良くて、でなおかつパワーの非常に強い竿という印象です。あと扱っていてめちゃめちゃ軽いので、あの、体の疲れもあまりありませんでした。私が一番気になっているところが、トーレの新しい技術としてトレカ MX シリーズというものが出ていて、このアルティメットに採用されている M40X、 こちらですが従来の炭素繊維と同じ弾性率を保ったまま強度を約 30% 向上させることに成功されたそうです。なのでこれが今までのガマカツのヘッサグリ銀座風呂とはちょっと違う点で、使ったイメージといたしましても、このパリッとした針と高弾性といったところが非常に強い印象となりました。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。またいろいろと新しいサウンドなども使っていきたいと思っております。それでは